寒くなってきたね。どっちか暑いですね。俺なんかもう家で鎌倉に住んでるよ。そうですね。さあ、今日も素敵なゲストの方が来てくださいました。XJAPAN のヒデくんです。若いもんはちっちゃくならねえ。たまにこの番組を見てくれてる。地方とか俺朝早いでしょ、ライブの時でしょって早いですよ。朝早いから何やってるの？いや、あの会館に行くために。あ、そうか、うん、早いわ。これ朝9時半やってんだよ。だって8時だもん俺。え、ライブの日は、ライブの日は朝8時なの？うん、朝から精神統一って。いやいや、ただ支度に時間がかかるから。あと X やってる時はあの時間の予測がつかない人が周りに多いから。自分のペースを崩さないために早く行く。それでボイズンガールズをチラッと見て、時事報道とかやってる時間帯でしょ。え、あ、そうそう、割と日曜日の朝とか周りはね、なんかつまんねえなと思って、お月くんが喋ってて、あれなんでこんな時間にお月くん出てんだろうと思って。そうなのよ、周りは。そうなの、周りは政治がどうしたとかやってるらしいよ。そうですよね、日曜日の小沢一郎がどうしたこうした、どうしたこう、その中で我々はこんなのどかね、和やかな。いやいやいや、そうか。あの X のファンって、トシさんの一声で女の子って上半身裸になっちゃうんですか？結構多いよね、前の方とか。ほら、本当にそれは裸なんですか？本当に裸だよ。嘘の裸ってどうなの？肉襦袢が出てるのか。トリュフのあれみたいな。いや、そしたらタワワに実ったおっぱいがふさふさ。でも見れないもんね、別にね。じっと見てるわけにもいかないじゃない。そうか、俺見ちゃうけどな、こうやってうーんってやって。で、一人二人だったらまだいいんだけどさ、こう、あっ、5、6人いっぺんにこうなってて、また向こうにも5、6人いっぺんになってて、あ、こうずっと、だいたい X ファンの人って黒い服が多いじゃない。うん、で、黒なんだけど、中にこう一部だけ皮自体が目立つのよ、白い。うん、それがポヨンポヨンって目立つのよ。え、女の人だけなんですか、それは？男は別に。失礼しました。男は脱いだりしないんですか？男も脱いでるけど、上だけだよ。すごいですね、 X ファンのその熱さっていうのはすごいよ。みんなコスプレしてくるもんね。多いね。コスプレって、あの、セーラームーンとか。そんな格好してる。何のコスプレですか？X のコスプレをしていくのだよ。なんで X にセーラームーンの格好で月に変わってお仕置きしなきゃいけないんだろう。ごめんなさい、ごめんなさい、すいません。あ、俺 X のライブもちょっと X ファンウォッチャーに行こう今度。でもなんかいつだったかしら、なんかすごく X のコンサートの最前列のチケットがプレミアで50万だか100万だか、あらま、いや、そのぐらい行ってるかもしれない。すごいな。もう猪木方眼線のね、一番前より高いよ、それは。生まれてから、ずっと太ってた。太ってたっていうか、生まれた時も太ってたの？うん、太ってた、写真見てた。そうですか。ご家族は太ってるの？太ってる。あ、そうなの。え、でも今すごくスリムでいらっしゃいますよね。もうね、中学3年ぐらいまで。あ、じゃあそれって結構コンプレックスだよね。うん、いや、これが面白いことにさ、俺も太ってたんだよ。そうなの？うん、俺、股ずれしてたの。してた、してた。もうこれで分かったでしょ、本当だっていうのが。股ずれしちゃうするんだよね。うん、で、太ってて、運動はどうだったの？いや、全然ダメ。徒競走とか全くダメ。肩上がりもできたことなかったし、英語は学校も飛べたことなかったし。運動会なんかはどうだった？運動会は大嫌いだって、
短距離、短距離、短距離だととにかく嫌いって、ね、小学校の時みんなやされるんですよね。やったやった、並ばされてみんな、並ばされてね。俺毎回ビリだったよ。自慢じゃないけど俺も。あ、本当、うん、ビリしか、わーいわーい、ビリかブービーぐらいしかなったことない。あの最後のやっぱり足を遅い人ばっかりの6人で走らされたの。あ、同じ同じ、屈辱的なんだよねあれね、うん、たまんないよね。小学校の時に一番嫌だったのは、うん、給食の時間あるでしょ、うん、給食の時間すると、うん、放送で呼ばれるのよ、何人か、うん、あの校庭に集まりなさいって、うん、食事した後にで何かなと思って出ていくと、集まって周り見ますと全部太ってる、ね、全員太ってて、くっちょ悪い。それでなんか体育の先生が出てきて、うんうん、走れっつって、うん、走らされて、みんな給食をやってこうやってみんな見てるの、うん、そこでほら表記に逃げるやつとかいろいろいるけど、で、ロックに逃げちゃったのかな。ああ、それだよね。で、バンドを始めてたら、うん、ぐんぐん痩せてきたの。バンドでも結構後になるまで、うんうん、ずっと一人でやってて、うん、で、高校入ったらなんか痩せ始めちゃったって。はあ、うん、もう、みるみる、ほんとみるみる、1ヶ月に25キロぐらいバーンって痩せてる。5キロですか？25キロですか？うん、1ヶ月ですか、うん、私もロックやろうかな。うわぁ、ほんと、あのね、面白いんだよ。あのさ、ローリーさん、ローリー・テラニーさんも太ってて、うん、だけど、ロックを始めたら、痩せたんだと。で、大月さんも。いや、俺もだから小学校までブヨブヨしてて、中学でバンド始めたの。そしたら痩せてきた。バンド、ロックダイエットってあるよね。ロイヤル、おすすめミュージックの時間だよ。まずはゲスト、ヒデさんのライブビデオ、ゲームザ・サイコミュニティより、なんと、このビデオ、今年7万人を動員したソロツアーのハイライトシーンが収録されているライブ版ヒデイアンフェイス、10月21日ボリューム118分でオンセールされたぞ。またリーズ2も11月23日に発売決定。もう部屋の中でノリノリだ。なんか中3の頃に、うん、5歳年上の、うん、看護婦さん、看護婦さん、レコード屋さんにさ、その頃レインボーのチケットが売り出されてて、はい、チケット売りますって書いてあったの、うんうん、それをなんか友達と電話して、チケットを譲ってもらってから、なんかこう知り合いになったのね。そのレコード屋さんの人だったの？うん、いやいやいや、なんか売ります買いますみたいな。あ、売ります買いますコーナーで、うん、レインボーの、来日公演チケット売りますって張り出してたのが、うん、その看護婦さんだったんだ。そうそうそう。じゃあ年上でしょ？ 5 歳年上？そうだね。まあおませだな。いやでもその時は別になんかそんな恋愛だとかそんなつもりは全くなくて、相手にしても可愛い弟が、そうだねっていうような、うん、チューとかしたの？その頃は高校の時なんだけど、うん、高校の時初めてバンドやった日に付き合って、だからその日だよね。あ、その日にもう夢中って感じっすか？うん、あらもう、その最初のキスの感じってどうっすか？結構人前だったもんね。え、人の見てる前でって感じ？割とそのライブハウスの中でカウンターかなんか座ってて、うん、延々2時間ぐらいずっとしてたのみたいで。延々2時間中してたの？うん、そしたらもう翌日こんなんなんていうか、まとめ成長みたいなそこまではならない。ほら、俺何ドキドキしてんだよ。どうせ延々2時間きつだぞ。2時間、じゃあその初体験っていうのは、まあ男の子だから聞いてもいいでしょう。初体験っていうのはどんな感じだった？本当ね、うん、やっぱその人だったんだけど。あ、そうだったんだ。うん、箱根かなんか連れてってもらって高校生が箱根、あの大晦日かな、箱根って書いてある、うん、このキーホルダーの買っちゃったりなんかして、買ったかもしんない、買った買った、交通手形もこう買っちゃって、それでじゃあ2人で何宿に泊まったわけですか？そうだね。いいな、高校生で羨ましいな。そう、じゃあこう、まあなんというか彼女のリードでっていうことはこう。だけどね、その時はまだ隠してたのね、まだ初めてだってことを、うん、俺はずっと隠してて、うん、
夫婦かなんか、夫婦かなんか思っちゃって余裕だよみたいな、うん、割と本当はどこだか分かんないって分かる分かる分かる、本当は分かんないあるな、そういうもんだよな。でもさ、本当は割れてたじゃないの。えかもね、多分ね。